はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。今日は急ぎで、ちょっとあと10分、20分でちょっともう打ち合わせ始まっちゃうんで、すぐやります。コーヒー、高いやつ買ってますね。はい、美味しいです。で、今日はですね、ちょっと忙しいんですよ。なので朝、昼、夕、もしかして夕飯の分まで買い込みました。で、これ何かっていうと、ちょっと途中で寄ったファミリーマートで、ちょっといつもと違う場所行ったんですよ。今日伊藤ベーカリーっていうパン屋さん寄ったんで、ちょっと遅れたっていうのもありますけど、それは後で説明します。あと、コンビニのふりかけ、あとこれ、韓国海苔のやつ。僕どっちかってこっち好きなんですよ。カツオのやつ、普通のやつが。まあ、でも味変もたまにしないといけないんで、これと。あとおやつ。辛いイカですね。辛いイカ結構美味しいですよね。イカって面白い生き物ですよね。なんかエネルギー効率いいんですよ、イカって。だから、外骨格がない、ないから成長が早いし、軟体、原始的な生き物だからすごい成長速度早いんですよね。だから食べたエネルギーをすごくこう、タンパク質に変えて溜め込むっていうか、成長につなげるっていう形で。で、美味しいでしょ？うん。だからつまり何が言いたいかっていうと、食料生産させやすいし、今後人類が食料がなくなった時のために食料生産には向いてる生き物ですよね。うん、面白いと思います。はい、何の話やった感じですけど、いつもそう思いますね。だからサンマが高くなってなっちゃったじゃないですか。サンマ安かったのに今年1回しか食べてないですよ。しかもその痩せたようなもうカスカスみたいなサンマを1匹ね、家で食べただけですけど、本当にどんどんその食べれるものが減ってるというか、ゆっくりね、こう、食料がね、僕はよく食料余ってるって言いますけど、海産資源とかに関して言うと、やっぱ減ってるんだろうなとか、国際的に食べられるようになってるし、中国人も増えてるしね、中国の方増えてるから減ってるんでしょうけど、まあね、美味しい魚って限られてたりもするので、まあ、そこら辺もねちゃんと考えなきゃいけないんでしょうけどね。うん、養殖は養殖でね、病気の問題とか、やっぱりあと味の問題とかもありますしね。うん、まあ面白い分野だなと思いますけど、まあイカはですね、でもまだまだ取れるんで、養殖するどころか取っていっちゃった方が早いんで、まだ養殖とかにはならないと思いますけどね。はい。で、伊藤ベーカリーのパンの話ですね。これ、早稲田の近くにあってですね、めちゃ美味しいんですよ。でも遠いんですね。早稲田駅から結構遠くて、リーガロイヤルホテルのさらに奥なんですよ。岩鉄っていうですね、美味しいラーメン屋さんがあるんですけど、そこの近く、横ぐらいなんですね。で、買ったパンがですね、一気に紹介します。チョコチップメロンパンと、これチーズベーカリーかな、ちょっとあったかいかな、少しまだあったかいベーカリーのやつ。あとは冷たいんですけど、これ卵サンドとハムサンドと、これはウインナーのクロワッサン、ウインナーが入ったクロワッサンと、あとコーヒークリームアンパンですね。美味しいやつです。まあ2個ぐらい食べようかなと思っていて、どうしようかな。まあ普通にこのベーグルと卵サンドにしましょうかね。はい、朝食べます。ちょっと時間ないんで急ぎで。本当になんかまあ忙しいっちゃ忙しいんですよね。で、このですね、パン、美味しそうですよね。ごまが振ってて。ちょっと食べます。はいはい。うん。うん、おいしい。うん、おいしいですね、やっぱり。うん、チーズもしっかりした濃い味が、うまみがあるし、ハムも香りが、燻製の香りがしっかりしますね。で、ごまの感じもあるし、こっ
このマスタードの香りも抜けるし、本当にバランスもいいし、結構こってりとしてます。うん。おいしい。なんかフランチャイズとか全国展開してるパン屋さんのやつと違って、あ、すいません、結構しっかりしてるんですよ。美味しいですね。なんていうのかな、詰まってる感じがして美味しいですね。あと卵サンドだとレビューします。あの早稲田本当おすすめなんですよね。あの東京にしては結構下町感があるし、公園も結構あるし、その富山公園もあるし、あの大学の公園もあるし、大学の敷地歩くのも結構気持ちいいし、あと肥後庭園っていうのが近くにあるし、桜の時期はね、あの神田川沿いの桜が綺麗だし、あとは近くにですね、あの将棋の竜王戦とかもやる椿山荘っていうホテルがあるんですけど、そこのお庭もすごい綺麗だし、あの有名ですね。はい、でこの卵サンドだから、ちょっとね散歩をしてみるっていうのもいいなと思っていて、うん、おいしい。うん、こっちはあのなんていうんだろう、素朴な味というか、あのマヨネーズとか塩も濃くなくて、卵の味がしっかりして美味しいですね。順番間違えましたね。こっちから食べこっちから食べちゃうとちょっと濃すぎちゃいましたね。こっちから食べるべきでしたね。で食パンも重い、なんかしっかり詰まってる感じがして美味しいんですよ。うん、なんかなんていうんですかね、通院のついでに散歩とかしてもらいたいなと思ってたんですけど、開業当初とかはね、うん、まあそういう人はあんまりないですねやっぱ余裕ないみたいですね、そこまでは。はい、ということで終わります。はい、じゃあまた。